いやいい、まさかのもう1時間近く35分押したんですけども、押してるね、もうエンディングですよ。よくずっと残ってくれましたね。ありがとうございます。トミングスク、トミングスクの皆さん、皆さん、皆さん、ね、ありがとうございます。シンディロンパがすいません、本当に。やめろって吊るし上げるの、一人。いない右吊るし上げるの。一番悪いやり方や。はい、というわけでもうエンディングと、はい、エンディングでございますけども、エンディングはですね、もうやっぱり皆さんでこう一緒に歌おうと、はい、いうことで、先ほど一部の方にも出ていただいたあのアーティストの方々たちで残ってくれております。そちらの方々もステージにどうぞ。どうぞ、はい、どうぞ。ありがとうございます。すいません、お待たせしました。本当ありがとうございました。最後はね、あの、はい、やっぱり四万十の宝を、ああいいですね、みんなで、そういうことですよね。はい、そういうことですよ。まあそういうことです、はい、マイクある方はですね、すべて、持っていただきたいと。はい、はい、あ、そして今スタッフの方、スタッフが、どんどん歌詞をいらないんですよ、歌詞からもう入ってます、はい、もう入ってんの、入ってますよ。ね、まあここにも出ますよ。大丈夫です。大丈夫です。これ吐く方が一番好きだと思います。吐く方が、はい。ありがとう、その吐く方。カラオケ行ったら絶対シマンチョ出すよ。これめっちゃ、あの、去年も言いましたけど、あの、うん、僕が生まれた、うん、このシマの空をめっちゃ見てるんですよ。シマの空をっていう。それ言ってんのね。これちゃんと発音できないと、これめっちゃ似てますから。小林明さんじゃないですか。そうそう、違うんです。シマの空を。できるな、何でもできるな。吐く方は、シマの空を、小林明のは、シマの空を、ちょっと何でもできるな。できるわ。武田哲也は、マルちゃん、マルちゃん、マルちゃんか、マルちゃんか、歌詞変わんのか、歌詞のところじゃない、歌詞変わんの。はい、皆さんで、もう、はい、来てる皆さんも一緒ですよ。はい、一緒に歌いましょう。はい、四万十の宝です。どうぞ。めちゃくちゃ多かったですね。そうなんですよ、これ本当に感動しました。はい、ひどかったのは氷川きよしだけでしたね。最初のいや本物に一番近かったですよ。見た目ね、変態パンチだね。これはアクシデントですね。皆さん遅くまで本当にメンバーもありがとうございました。ありがとうございました。そしてお客様本当にありがとうございました。これからも国際映画祭よろしくお願いします。はい、長くなりましたけど以上で終了でございます。ミュージックメモリートーク&ライブイン海かじテラス終了でございます。皆さんどうもありがとうございました。また来年もやりたいです。お疲れ様でした。皆さんどうもありがとうございました。ありがとう。コマの中の一部2部ありがとうね。シズルもありがとう。ありがとうございました。ヘンダーソン、お疲れ様でした。ありがとう、ラミー・ジョイス、ドサンクンボタン、ヘンダーソン、アーティストの皆様ありがとうございました。お客様ありがとうございました。エハラありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。
ありがとうございます。